はい、どうも皆さんこんにちは。動画ぶとっつーです。この動画再生していただきありがとうございます。この動画アニメリアクション動画となっております。必ず今回とりあえずアニメ本編をご覧いただき一緒に再生してお楽しみください。というわけで今回は巨人族の花嫁、こちらを見ていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、前回ね、カイウスが光一を治すために、まあ、商人、獣人族の商人の方に話を持ちかけまして、まあそこで、まあ、身がね手に入るはずだったんですが、どうも何かカイウスに対して獣人族の商人が罠を仕掛けたんじゃないかっていうような展開を思わせるシーンのまま終わってしまいました。またね一人に待たされる光一っていうところも、まあ、このまま何もないまま終わっていくのか、まあ、そこら辺がちょっと注目なのかなっていうふうに思っております。またね、動画の方にコメントがあって分かったんですけど、まあ、カイウスと光一はこのテレビ版では描かれていない部分の、まあ、ベッドシーンにはね入るシーンのプレミア版の方に関してなんですが、まあ、そこではねもうすでに同意の上でカイウスに優しく抱かれていますよっていうことで、まあ、前回ねあれカイウスと光一もしかしてちょっと言い仲なんじゃないみたいな風に僕コメントしてたんですが、もうすでに言い仲らしいんです。なのでもうあの2人が何しようがもう勝手というか、もうイチャイチャラブラブっていうか、まあ、2人はもう相思相愛っていう感じになってきてるんだっていう感じで、これからね僕の方も、リアクションさせていただきたいなという風に思っております。なので皆さんも、ぜひね今まであれいつの間にこんなになっちゃったんだろうってテレビ版だけね見てて分かんなかった人、そういうことらしいので、皆さんもそういった形で、この2人見て、まあ、見守ってねあげれればなというふうに思っております。皆さんも録画したものもしくはビデオオンデマンド使って一緒にお楽しみください。終始噛みますがよろしくお願いします。では行ってみましょう。さあスタートです。始まりました。いやーこっちの一人でいる方にね誰も襲ってこないといいんだけど。で早速解放、いや違うだろう、いやそれ隠れたつもりかい。あこいつあれじゃん、商人と一緒にいたコボルトみたいな、あ物取り、まだいいわそれだけ。いや出てっちゃまずいだろ、だってカイウス、いや光一が子供のサイズなんだからさ、体格差やばいやばい。あ正体にも気づかれちゃう、ちょっと待って。いや偉いけど、あよし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 、騒ぎになれば逃げる、よしよかった。ちょっと光一連れてかれちゃったけど、いや大丈夫、怪物の方もほらもうダブルパンチじゃん。なんでそもそも気づいたのか光一の正体、あの人間みたいなのが高く売れると思ったのか。うわ耳長の方にね、はいはいはい、ずる賢いわ、やっぱ気づいてたよ。あこう怪物に気づいたね、ファック最悪。はあ、いやてか光一大丈夫、この世界何でもありだから、下手したらさ光一いろんな意味で襲われちゃうんじゃない、あの連れてったやつとかに。いや強いねカイウス、こっちは大丈夫そうだけど光一。あ別の場所で待ち合わせなのか。いや大丈夫かな、本当だよ、あんだけお金積んだんだから素直に渡してよ。いや光一心配だろ、もうそのせいでって思っちゃうよね。なんだこれ急に、お母さんお父さん、お母さん、お母さんそんなことがあったんだ。ええなんで血だらけなの病室で。ああ想像しちゃったみたいな、どういうこと。ああそうだね、
心配高一。どうなっちゃうんだろう。ちょっと待って、行くなんてって、はぁ、マジで。え、これはそういうこと、獣人としちゃってるってか、襲われてるってこと。ちょっと待てよ、話が超急展開なんですけど。いや、まあ想像はしてたけど、まさかまさか本当に襲われちゃうなんて。何やってくれてんねん。いや、未遂とかなら分かるけど、完全に襲われてたよ今。いや、カイウス知ったら激怒どころじゃないでしょ普通に考えて。だってさ、自分のパートナーがさ、襲われそうなっていうさ、まあアニメっていうか漫画とかそういうのはあるけど、完全にやられちゃってるってなかなかないっすよね。いや、えぐ、想像してたよりこの作品えぐ、面白。いや、どうなっちゃうんだろう。いや、来週ちょっと心配っすね。カイウスの方は大丈夫そうだから、あの場所に来てくれればいいけど、高一、まあちょっと来週も一緒に皆さんと追っかけていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今回の、エピソードに関するコメントだったり、まあ、リアクションに対するコメント、そこら辺ぜひお待ちしてます。よろしくお願いします。以上、動画部トツがお届けしました。バイバイ。いや、やばいね。